小樽市花園、お幸飯店の、あんかけ焼きそば。工日、小樽あんかけ焼きそば時点掲載店舗の一つ。小樽あんかけ焼きそばは、北海道小樽市の多くの料理店で提供されている、あんかけ焼きそば。昭和30年代より、小樽市内に広まり、令和期まで、小樽市民に愛好されている。2010年代以降に若祖の進む小樽市の PR のため、市民団体により、 精力的な普及活動が行われており、ご当地グルメとして話題になっている。小樽あんかけ焼きそばの発祥については、諸説ある。当初は1957年に、小樽市稲穂に移転をオープンした中華料理店、売月の五目あんかけ焼きそばを元祖とする説が有力であった。当時の同店は、比較的資金が低く観光客にも親しまれ、当時急増していた。 カニ族にも好評を博し、小樽市民も市内中心部での買い物後に同店であんかけ焼きそばを食べることが流行するほどの人気ぶりであった。売月は二代目、店主、近藤雄二の第二最盛期を極めており、他の料理人たちにレシピを伝えることに積極的だった近藤の姿勢が小樽市内にあんかけ焼きそばを普及させることに一役買ったと見られている。 ただし後の研究によれば、小樽市内の他の中華料理店、レストランロールや、ライライ県では1950年頃に、すでにあんかけ焼きそばを提供していたとの報告もあり、日本全国の中華料理店であんかけ焼きそばが、まかない料理として出されていたことを考慮すると、小樽あんかけ焼きそばの起源は、倍月よりもさらに遡ることができるとの見方もある。また戦前には、 小樽市内の多くのホテルや料亭が、東京都や京都府から調理師を雇い入れていたため、こうした人々が、あんかけ焼きそばを小樽に伝え、港湾での労働者に愛好されて普及したとの説も、ある。いずれにせよ、あんかけ焼きそばが、小樽市内に広く普及したのは、昭和30年代と考えられており、腹持ちが良い上、冬は、体が温まることから、多くの店にも普及したものと見られており、 昭和30年代当時は、ハイカラなランチとブームになっていたという、小樽市、テミ及び新港の鬼浴施設、湯の花の食堂のあんかけ焼きそば。口術、小樽あんかけ焼きそば時点掲載店舗の一つで、同施設の一番人気メニュー。口術の市民団体、小樽あんかけ焼きそば PR 委員会によれば、小樽あんかけ焼きそばとは原則として、小樽市内及び、 近隣の飲食店で提供されている海鮮物の多い五目あんかけ焼きそばの総称とされており、同じく市民団体、小樽あんかけ焼きそば新営隊も同様に、小樽市内及び近隣の飲食店の五目あんかけ焼きそばの故障としている。小樽市内全店に共通する特徴があるわけではないが、強いて言えば焼き固められた麺、麺にかけるあんの量の多さが特徴に挙げられる。 ただしこれもオタルアンかけ焼きそばのルールというわけではなく、各店ごとに製法や盛り付けなどに工夫を凝らし、様々な味を提供しているのが実情である。オタルアンかけ焼きそばは60年以上の歴史を持ち、この歴史の中で、各店ごとに発達してきたため、店の数だけ味があるとの声もある。前述の市民団体もまた、オタルアンかけ焼きそばとしての明確な定義や、 製法などの一定のルールを設けず、各店のオリジナリティを尊重している。また、市内の中華料理店で常識的にあんかけ焼きそばが提供されていることに加え、ラーメン店、定食屋、食堂、洋食店、喫茶店、酒場、ホテル、温浴施設、雀荘、スキー場、ゴルフ場など様々な場所であんかけ焼きそばが提供されており、各店舗で人気メニューとして、 好評を博していることも特徴の一つに挙げられ、その店舗の総数は100近くに上るとも言われる。小樽で焼きそばといえば、ソース焼きそばではなくあんかけ焼きそばの方を指すとの声もある。港町である小樽市は新鮮な魚介類に恵まれていることから、あんかけの具材の魚介類も美味、海産物豊富な小樽市にふさわしいメニューとの評判もある。ただし、地産地消の要素は、 比較的、少ないため、小樽らしくないとの批判もあるが、市民に根ざした歴史があることから、60年以上かけて、小樽市民が作って守り続けてきた食文化として、過疎の進む小樽の再生の切り札にもなり得るとも意見、されている。2017年には、寿司に並ぶ名物との声も上がっている。2010年代に、小樽市内の製麺会社、新日本海物産の高田博明社長が、 市内のラーメン店の半数以上であんかけ焼きそばが提供されており、来客の2割から7割が注文する看板メニューであることに着目。これを、小樽独自の食文化としてアピールすべく、2011年1月7日に、小樽あんかけ焼きそば PR 委員会を発足させ、料理教室の開催、市内の店舗をめぐるスタンプラリーの実施などの活動を2013年までに行った。 翌2012年には、小樽商科大学教授の江頭進を会長として、小樽あんかけや木そば親衛隊が発足。小樽市内には、あんかけや木そばの提供店が100件近くあって、小樽市民に定着しているにもかかわらず、観光客からの人気は寿司に集中していたことから、有志による町おこし活動を精力的に開始した。同団体の目的は、あんかけや木そばの販売や普及ではなく、 この料理を通じて、小樽を PR することにあり、小樽市及び近隣の観光名所、祭り、特産品などといった知られざる魅力を、あんかけ焼きそばを通じて PR する活動を行っている。前日の小樽あんかけ焼きそば PR 委員会は二0 1 3年に発展的解散となり、小樽あんかけ焼きそば新衛隊と合併一本化されており、その後の新衛隊は、 市内各店の焼きそばとは無関係の市民団体として活動を続けている。また、小樽商科大学の学校祭、緑ヶ丘祭では、江頭ゼミが江頭亭の名であんかけ焼きそばを出店している。市内の中華食堂、流頬に調理の指導を得ており、時には流頬の店長自らが江頭亭で鍋を振るい、来客たちにも好評を得ている。 2011年の東北地方太平洋沖地震の発生後は両団体により、市内各店舗での募金、福島県などから、小樽市内への避難家族への見舞い金や物資の提供、あんかけ焼きそば注文時の料金の割引、福島第一原子力発電所事故の風評被害防止のため福島産野菜を用いたあんかけ焼きそばの販売など、東日本大震災被災者への支援活動も、 行われている。また個人レベルの市民運動としては両団体に、先駆けて2010年9月、小樽在住の会社員が、個人ブログであんかけ焼きそばの店舗情報の発信を開始。女性アイドルグループの AKB48 ならぬ、アッキー48と題し、市内48店の紹介を目指す活動を行っている。翌2011年6月にはそれら店舗の人気投票として、 AKB 総選挙ならぬ、アッキー総選挙が開催され、小樽市内で話題となった。個人活動ではあるが、小樽あんかけ焼きそば親衛隊の公式ウェブサイト上でも草分け的ポータルサイトとして紹介されている。2013年には、小樽あんかけ焼きそば親衛隊の町おこしに主眼を置く、活動及び飲食店ではなく、 市民有志である点が評価され、ご当地グルメの祭典である B-1 グランプリを運営する一般社団法人 B 級ご当地グルメで町おこし団体連絡協議会の巡回員となった。同年の B-1 グランプリ北海道東北地区大会では150分待ちの行列ができるほどの大盛況を博し、あんかけやきそばの知名度を一気に引き上げた。 翌2014年には B-1 グランプリの正会員に昇格して、同年10月に福島県郡山市で開催された第9回 B-1 グランプリ全国大会に初出場を果たし、9位に選ばれた。この B-1 グランプリ出場などにより、小樽あんかけ焼きそばの認知度が全国的に高まることになった。 2015年には JR 秋葉原駅高架下の商業施設 B-1 グランプリ食堂秋をカカーボンに他の7種類のご当地メニューとともに新メニューとして追加された小樽市振興、福来県のあんかけ焼きそばおったるあんかけ焼きそば時点掲載店舗の一つ2013年前述の小樽あんかけ焼きそば新衛隊会長 江頭進の発案のもと、小樽商科大学の学生有志により、あんかけ焼きそばを提供する市内64店の情報を満載した、小樽あんかけ焼きそば辞典が作成され、同年9月から、小樽や札幌市の書店で販売された。この観光には、小樽のご当地グルメである、あんかけ焼きそばの調査により、小樽の経済変化などを読み解くとの、江頭の狙いもあった。 販売開始後から2週間で、初版2000部が底をつき、急遽4000部が増刷された。絵頭によれば、学生制作による地域紹介の書籍は、日本全国にあるが、売れ行きが1000部を超える例は稀で、画期的な売れ行きだという。小樽市内の書店からは、時点の売れ行きは2ヶ月で286冊、村上春樹の新作が、 半年で344冊なので、本書の売れ行きは大変なペースだとの声も上がっている。本書に掲載された店舗の一つである、小樽市稲穂の中華料理店、東華郎では、発売から2ヶ月間で本書を手にした客が5組、来店しており、あんかけ焼きそばの注文が約1割増えるなど、本書の売り上げが、あんかけ焼きそばを提供する各店の売り上げ増加にも、結びついている。 2017年には、小樽市内の新規創業及び廃業の店舗の状態を反映させ、新たに、小樽あんかけ焼きそば辞典が観光された。サークル系サンクスでは2011年11月から12月までの期間限定で、小樽あんかけ焼きそば PR 委員会公認のあんかけ焼きそばを全道190店で発売した。B-1 グランプリ初出場を果たした2014年には、 オタルあんかけ焼きそば新鋭隊監修のもとに、同年6月から発売され、好評に応えて2014年10月から再発売された。ローソンでは、オタルあんかけ焼きそば時点の人気が契機となり、北海道内全600店舗で2014年2月から、オタルあんかけ焼きそばが発売された。ローソンの焼きそば類の新商品売り上げは、発売当月は1万個以上の売り上げを見せ、 翌月には激減して、ほとんどの商品が姿を消すと言われるものの、おタルアンかけ焼きそばは、発売当月に5万2千個、翌月も2万6千個を販売する、爆発的な売り上げであり、焼きそば類では、道内ローソン市場で最多の売り上げを記録した。焼きそば類のこの2ヶ月間の売り上げは、道内のローソン全体で、前年同期比約80%増、麺類全体でも、 同2%増で全国のローソンで北海道地区だけが唯一のプラスとなった。このためローソンでは当初同年3月末までであった販売期間が無期限延長に変更されている。前述 B-1 グランプリ出場後は西日本を中心に日本全国から土産品や生麺商品を望む声が寄せられたことで同2014年から生麺入り商品 小樽あんかけ焼きそばが発売され、小樽市内や JR 北海道札幌駅の土産物店で販売が開始されている。2016年には、小樽あんかけ焼きそば新鋭隊の監修のもと、小樽市内の製麺会社、安倍製麺より、あんかけ焼きそばの味を再現できるオリジナルソースの販売が開始された。2020年8月には、東洋水産よりフライパン一つで、 本格ご当地の味をコンセプトとしたチルド麺、マルちゃんオタルあんかけ焼きそば新衛隊監修オタル、あんかけ焼きそばが、北海道限定で発売された。翌9月には同じく東洋水産より、同社のカップ焼きそば、焼きそば弁当のシリーズの一品として、マルちゃん焼きそば弁当をオタルあんかけ風、北海道限定で発売された。ありがとうございます。